どうもありがとうございます。僕のチャンネルといえばですね、たまにね、ほんまにたまにですけども、下ネタ動画を出すことがありますね。皆さんみんな大好き、みんな大好きなんですよ、本当に。そういう時にですね、皆さんそれよく言われてるのがですね、なんか親と気まずくなりました、そんなクレームが来るわけなんですよ。でも正直人間っていうのは結局好きなんですよ、そういう話が根本的に。もうすぐですね、僕のお母さんがこの家に参るんですよね。その時にですね、僕らのこう下ネタ動画、僕らの自慢の下ネタ動画を大音量でこう見てて、こいつ何言ってんだ、面白いみたいな感じで言ったら、ママ母はどういう反応するのかっていうのをね、やっていきたいと思います。というわけで、Make it possible with 親子の下ネタ大事です。ごまでも食べるか。なんか全顔くはなんか今お腹そんなすいてへんから頼む3人って言ってくれたやんか。だからチーして食べな。え？チーして食べて。あ、ありがとうございます。でも、醤油って実は2分のパイ回転した状態なの。醤油実は実は2分のパイ回転した状態なの。それを元に考えると、醤油と一緒だから、サインとコサインが2分のパイ位相ずれてるっていうのと、醤油と醤油って実は一緒だから、醤油がだから正常位がサインで、上位がコサインと捉えることができる。なるほど。マジで昨日のサブ、昨日のホイヤーおもろかったな。あれ結局ああいうのがおもろい。ほんまもう全然見えなかったけど結局ああいうなんか下ネタみたいなのが一番おもろいから。あ、そう、もう全然もう意味不明やったわところは分かるよ、それは俺ないから理解できるけども分かるけどな、それは分からんの。もう一回見よう。結構お母さんも、あ、そういう系に興味ない、ない、ないそうやな。なんかそっちにしなさいよ、そっちのチンチンってどういう意味で。チンしてほれ。え、チンコやだよ、チンコあったらなこんなことなのかな。チンコいいこれ。例えがやっぱ秀逸だよね、やっぱ要するに理系のなんか言葉を使ってるから思ったってことやろ。モデル化することが大事なんで、世の中って。モデルか。モデルか。そうでもよくないじゃな、もう。あまりさ、こう、公の場として、こう、良くないとされているやん。あ、そうそうそうやな。そうそうそう、そうやって。でも、それをやっぱこう、数学的に落とし込むことで、全然いやらしくないやん、それ。うん、そうそうそうや。そこがやっぱこう、いいとこなんじゃない。どうでもいいけど。どうでもよくないですよ、これ、ガチで。世の中で、数、もう何百何千って動画あるじゃないですか。チンチン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 。みんなで学んでるんですよ。大事な成長力の授業。どうせやったら、いろんな技マスターしたいみたいな感じじゃないですか。ああ、そういうことか。でも、こういう動画だったらな。なんかもう経験ありますよっていうふうな前提じゃないの。いやまあ、冗談で言ってますよ。そんな経験ないんで。まあ今ネットとかでいろいろこう知識を蓄えれる。そういうことです、そういうことです。経験はないですよ。実際その断罪処刑って技を試したこと一回もないですから。ちなみにあれはアニメ見たんですよ。振り子刃の拷問機械っていう機械族モンスターがいるんやけど、そのモンスターの攻撃名が断罪処刑だよ。でそのモンスターは振り子刃やから、刃がこう回転するかのような攻撃をすんねん。ここのチンコの部分が要は刃みたいな。それにモチーフにした状態で断罪処刑というの技を考えて、あるアニメ見た時の動き見て、あ、これいけるってなっただけです。なるほど。そういうのも今もネットや漫画でそんなのあるもんな。はい、そうなんですか。はい、お茶を。皆さん、よく日本のこれもだから見たほうがいい。あー、でも見たことある、こういうのな。あー、なんか思いがあります、見たことある。子孫残す系 YouTuber。 場所は問わないって感じで、まあ、逆に耐える可能性あります。何食べそうかなと思うな、最近。でも女の子食べてます。何が楽しいんや。
女の子食べた？女の子食べてます、最近食べてるよね。あんま楽しいか。というわけで、もしも親の前で息子が下ネタ動画を見れたら、親がどんどんいう反応するのかドッキリでした。ちょっとどこで撮ってたの。ちょっとほんまなん。まあ、もういい加減にして。でもそれってほんま気がつかへんな、捉えてるっていうの。さすがやな。これこれのあれやろ、株式会社ホエイの方でやろ。これもメインチャンネル。もうちょっとどうにか。